ブラバム BT56 は、ブラバムが1987年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ジョン・ボールドウィン、セルジオ・リンランド。BT55 で失意の1986年シーズンを送ったチームは、よりコンベンショナルなデザインのマシンを1987年に送り込んだ。長い間設計を担当したゴードン・マレーは、 マクラーレンに移籍し、BT56 は1972年、1973年シーズンに投入された、ラルフ・ベラミン作の BT37 以来のマーレー作で、ないマシンとなった。BT56 は BMWM12、13、エンジンを搭載したが、ブラバムがターボエンジンを搭載した最後のマシンとなった。前年 BT55 に搭載されたもの同じで、 直列4気筒を左に72度傾けた設計だった。マシンの信頼性は低く、アンドレアでチェザリスに至っては16戦中14戦でリタイアとなった。なおリカルド・パトレーゼも9回リタイアを記録している。タイヤはピレリからグッドイヤーへスイッチした。チェザリスがベルディ GP で、パトレーゼがメキシコ GP で3位に入賞。チームは10ポイントを獲得し、 コンストラクターズランキング8位でシーズンを終えた。最終戦はパトレーゼがナイジェル・マンセルの代役としてウィリアムズに移り、ステファノ・モデナがスポット参戦で F1 デビューした。ブラバムは翌1988年は参戦を休止し、1989年に復帰した際は JADV8 自然吸気エンジンを搭載したブラバム BET58 が投入された。 ありがとうございます。